皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、これから美容室に髪を染めに行きます。まあどんな風に私が車椅子で、髪を染めているのかっていうのを映して皆さんの参考になればなという風に思っています。じゃあ行ってきます。じゃあ手元だけ映してたらいい？逆に写真撮りたくなる。すごいなんか穴掘ってるみたいに見えるね、これ。俺が穴掘る。え、抑えます？お、え、あ、やっぱ外で見た方が白っぽく見えます。あ、本当？はい。あ、確かに。車は。動画用で今動いてる。いつも手伝ってる。いつもこうやってますよ。
ありがとうね、バイバイ。うん、ラインしてね。はい、バイビー。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんな感じで、染めてきました。どうでしょうか。まあ、これが抜けて、シルバーになっていくので、それがとっても楽しみです。はい。もう10時から始まって3時で終わりました。だいたいいつもこんな感じで5時間4時間をかけてます。まあ、それが月 1ヶ月半とか空くときは2ヶ月空いちゃいますけど、本当にありがたいですね。でも本当に美容とか美容室とか車椅子になって行くの大変だなって、本当に思いました。なのでこういう風に車椅子でも行ける、まあちょっとサポートをしていただければいける美容室が増えて、まあ美容とかの部分も増えて、もっともっと車椅子ユーザーさんがおしゃれを楽しめるような空間っていうのが広がってくれたらいいなというふうに思います。はい、ではこんな感じで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。すっぴんなんでマスクですいません。